はい、じゃ出すよ。付近でなでなでができるといいよ。昨日の夜アンズちゃんは水を大量に飲んで水を吐きました。でこれが体調が悪いのかどうかをちょっと今確認中です。外に出ている感じではひどく悪い感じはないんですけれども、ご飯は食べてなかったですな、朝。どう、大丈夫なの、アンズさん。
はい、カオリンちゃんの方はこの右側から開けていこうかな。あ、下にいるのね。ごめんごめん、気がつかなかった。はい、この辺くらいまで開けちゃうかな。はい、こんな感じですね。ここはまだ全然、人の目に触れる場所ではないので、カオリンちゃんにとってはあまり変わりはないかと思います。明日はこの辺ですね。真ん中から右が開放、それからまあ2日かけてここを隠していくと。でご飯を食べるとこだけまたふんどしのようにですねなればいいのかな。4日で、この下がですねのみになるということになります。ちょっとお水取り替えますね。もう下にいるよ。下か、うん、膜がだんだん開いてきたから寝るとき以外は下になっちゃうんだね、きっとね。ご飯もあげるんだよ。ご飯だよ。はい、どうぞ。はい、ご飯。はい、どうぞ。ご飯です。はい、食べます。はい、どうぞ。はい、どうぞ。からだとね。そっか、はいはい、じゃあ閉じるよ。はいはい、どうぞ。はい、ごゆっくり。ワンちゃんゴリンゴリン音がしちゃうんだよ。Thank you.
昼ぐらいにですね、また1回入ったので、保護主さんと連絡を取り合い、病院に一応3時の予約を取り、今様子を見ているところです。チュールをあげたらですね、2本ペロッと食べました。なのである程度その体力が、なんていうかな、減っていくというか、衰退してしまうみたいなことは、なくなったかなと思うのですが、今ちょうど、病院の予約より1時間前になるんですけれども、割とここで静かに寝ているのでどうしたもんかなというところです。まあ一応準備という意味では行く方向で今動いています。